やり抜く子の育て方第2弾最後までやり抜く子と途中で投げ出してしまう子の習慣の違いを解説しますそういうことですよねはいこんにちはライフコーチのミスターカチです今日も来てくれてありがとうございます前回の動画でやり抜く子と投げ出す子には決定的な違いがあるということを解説しましたそれは ライフスキルですやり抜く子はライフスキルが高く途中で投げ出してしまう子はライフスキルが低いとそしてそのライフスキルはいつでも誰でも身につけられる技術ですライフスキルを身につければ自分でやると決めたことを最後までやり抜けるようになります今回の動画はこのライフスキルの学校で1万人の子どもを指導してきたキッズコーチの僕が ご家庭でできるライフスキルを高める方法そしてやり抜く子を育てるための関わり方を紹介したいいと思います今回は第2弾ということで人とつながる力にフォーカスして紹介します。 今回の動画を最後まで見ていただければやり抜く子を育てるための考え方や具体的な子供との関わり方が分かりあなたらしく子育てを楽しめるようになると思いますので最後までご視聴くださいこのチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん子どもの教育に関わる方に向けてやり抜く子を育てるための関わり方にフォーカスした動画を配信してます。 興味がある方は最新動画を見逃さないようにチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいですあと SNS インスタでも毎日配信してますので概要欄からつながってくださいそれでは行きましょうやり抜くこの育て方人とつながる力を高める3つの行動習慣1つ目まず聞く2つ目 怒りを一時感情に翻訳する3つ目欲しいものをプレゼンさせる1つ目まず聞く人は理解してもらえたと思っている分だけ相手を理解しようとする子供が全然言うことを聞いてくれないんです学校であったことを何も話してくれないんですこのようなことはありませんか コミュニケーションにおける大原則ですそれは人間というものは自分が理解されていると思っている分だけ相手を理解しようとするんです。 全然信頼関係ができていない。話を聞いてくれない。理解もしようとしてくれへん。そんな人の話は聞こうとも思わない。理解しようとも思わないし、言う通りに行動しようとも思わないんです。想像してください。頭が痛くて病院に行きました。そして診察室に入って椅子に座ります。あなたの顔を見てお医者さんがこう言いました。 今から手術することが必要です。全身麻酔の注射を打ってもいいですかあなたはどう思いますかえ、なんで分かんの私のこと全然聞いてくれてないやん。何もまだ話してないのに。って思いませんかたとえ相手がお医者さんで自分より専門家やったとしても、もし本当に手術が必要やったとしても、 まずは話を聞いてほしいどんな症状なのか何に苦しんでどういうふうにつらいのかっていうのを聞いてほしいと思いませんそしてちゃんと調べてほしいと例えば MRI とかねレントゲンとか取ってそれを見せてもらってあここの部分に腫瘍がありますねこのままだと下半身が動かなくなる可能性もありますでも今なら手術をしたら健康に戻ると思います ですので、えー、ちょっと今からオペの話をさせていただいてもいいですかそのように言われるとまだそのオペの話を聞いてみたいって思いますよね思いますよねそういうことなんですお医者さんの言うことを聞くのはお医者さんが専門家であったり経験豊富であったり頭がいいそれだけの理由ではないんです 自分のことをちゃんとこの人は理解してくれている。知ろうとしてくれている。ちゃんと問題を見つけてくれて、その問題を自分も問題だと思っている。そういうように実感することで、相手の話を聞きたくなるし、相手が言った通りに行動したくなるんです。 理解してほしいならまず自分が子どものことを理解する自分の言うことを聞いてほしいならまず自分が聞くこれが人間関係の大原則ですもう例えば例えばもしオカッチがあなたの話をこれだけしか聞いてなかったらここの器に入る分だけ聞いていないし理解していなかったら きっとあなたも僕の話をここの器に入る分しか聞こうともしてくれません聞いてもくれないんですでももし僕があなたの話をここの器に入るだけしっかり時間をとって話を聞いて理解しようとして理解しているなってあなたが思えたら僕の話もここの器に入るだけ聞いてくれるし理解しようとしてくれるんです 僕があなたのことをどれだけ知ろうとしているかそして理解しようとしているかそして実際に理解してくれているのかそれによって相手も同じ程度理解してくれるようになるそういうことなんですだからまずは聞く聞く聞くです聞くというのはもうそこに全集中するということです 相手が話している言葉をジャッジしない。正しい間違ってるって頭の中でジャッジしながら話を聞かない。真っ白にして、今やっている作業を止めて、相手の目を見て、そしてできれば目線を合わして、そしてしっかりとうなずいて、もっと聞かせてっていうサインを送りながら、合図地を打ちながら話を聞く。 子どもがどんなおかしなことを言っていても間違ってるなって思うことがあってもまずはちゃんと受け止めるジャッジせずに受け止める順番抜かされたから悲しいんだね努力したのに100点取れなかったから悔しかったんだねそのように子どもの気持ちを言葉にしてあげましょう気持ちを言語化して教えてあげるんですそうすれば子どもの心がスーッと楽になって前に進めるようになります ただ、お母さんも家事、送迎、育児、忙しくてなかなか時間を確保するのは難しいと思うので、1日5分だけ、5分だけでも大丈夫です。5分だけ、その5分間はやってる作業を止めて、子供の話を聞くということに全集中する。その時間を5分でもいいので、作ってあげてください。その5分が大きな変化を生むと思います。関係性が良くなって、子供もあなたの話を聞いてくれるようになります。二つ目、怒りを 一次感情に翻訳する怒りは偽物の感情ですまたアドラー心理学では怒りは偽物の感情二次感情であると言われていますその怒りの背景には寂しい悔しい悲しいなどの本物の感情一次感情が潜んでいるんですママの迎えが遅くて寂しい パパが僕の話を聞いてくれなくて悲しい。悪口を言われて悲しい。このように怒っているその背景には必ず一時感情寂しい、悔しい、悲しいっていう本当の感情が潜んでるんです。その本当の感情を上手に質問で引き出してあげて、それを表現するようにサポートしてあげましょう。イライラしてるようだけど何かあったの え泣いているけど何か悲しいことあったなるほど自分が大好きなノートに落書きされたから悲しかったんだねこのように 子どもがもやもやしてるイライラしてるなんか感情が溢れているっていうふうに感じたときは子どものそばに行って問いかけてあげましょうそして子どもの気持ちを理解してあげるんですもちろんその時もジャッジはしないそれがいいか悪いかではなくて子どもの気持ちを引き出してあげてそれを認めてあげるということですこういう出来事があったからこういう気持ちになったんだねとそこを分かってあげるということこれだけ ででいいんです認めてあげる正しいことを教えなくていいまずは認めるそして理解してもらえたと思ってもらえたらそこから次どうしようかここの解決策はだいぶ最終段階ですまずは認める理解してもらえたなって感じてもらうそして解決策を考えるこのプロセスです ただ子どもの気持ちがもう爆発してしまってもう何を聞いても,もう答えてくれないそんな時もあると思うんですそういう時は無理して引き出そうとせずに何か困ったことあったらお母さんに言ってねと声をかけてあげるこれだけでも十分ですまた子育てをして子どもと関わっていると親御さん自身がイライラして怒ってしまうこともあると思うんです なんで宿題やってないのなんで嘘をついたのそんな子に育てた覚えはありません。ここは散らかさないって言ったじゃない。泣けばいいって思ってるのお母さんが泣きたいわよ。と、このように怒りを爆発してしまって、子供の寝顔を見て自己嫌悪に陥る。そのようなこともあるのではないでしょうか。感情的になってはいけない。感情をぶつけたらダメだ。そのようなことは重々わかっていると思うんです。ただ、 子どもは親御さんの怒り方を見ていますそしてそれを真似するようになってしまうんです子どもに対して感情的に怒っていると子どもも学校で同じようなことをしますお母さんが自分の気持ちを我慢して家で過ごしていると子どもも自分の気持ちを我慢するようになるんですだから親御さんとしては 怒り方怒り方の見本を見せてあげるということこれが大切です具体的な方法としては怒りをぶつけるのではなく怒りの背景にある一時感情を伝えるということ前回紹介したアイメッセージがとても大切です例えば「宿題をやらずにゲームばっかりしているとお母さんは心配なの」 たけし君のことを信じていたのに本当のことを言ってくれなくてお父さんはがっかりしたよこのような形で感情的に表現するのではなく私を主語にして私はこのように気持ちになったと一時感情を伝えるとスッと聞いてもらえるようになりますそして子どもの行動自分の行動が周りにどのような影響を与えているのかっていうのを子どもは理解できるようになるんです それでもどうしても怒りの感情がわーって湧き出てくることもあると思うんです。その時は6秒カウントしましょう。怒りのピークは6秒と言われてます。6秒過ぎると少しずつ和らいでいくんです。だから爆発したいと思った瞬間にそこから6秒ゆっくり頭の中でカウントしてください。1、2、3、4、5、6この時に少し動きながら もしよかったら場所も変えるということも効果的ですそして気持ちも落ち着いて頭も冷静になり怒りの背景にある本当の感情なんで私は怒っているのか寂しかったからだなんでイライラしてるんだろう悲しかったからだそのような本音の感情を言語化できたらそれを子供に伝えてあげましょうはいこれが最後です3つ目欲しいものはプレゼンさせる やだやだお菓子食べたいドーナツ食べたいよなんで買ってくれないの買ってドーナツ食べたいって泣き叫ぶ子供を教室でよく見かけますそのような子供を見て「わがまま言わないこの前も買ったでしょ」と注意するものの全く言うことを聞かない子供にうんざりでもこれは日常のほんの一コマにしかすぎません 公園に行ったら時間は過ぎてるのになかなか帰ろうともしないご飯を作ってもハンバーグが良かったって言われるもちろん自分の気持ちを相手に伝えるということこれは大切なことですそれは大事なんですけれども学校でも社会でもやりたいやりたいだけではだめなんです自分がやりたいことを相手にいいねって共感してもらえないとそれは実現しないんです ですので小学生になったら子供が欲しいものややりたいことがあったら親にプレゼンして親が納得したら OK を出すとそういうルールを作ってもいいんじゃないかというふうに提案してます。僕の教室ではやりたいことがあったらプレゼンするこれをルールにしています。 あれやりたいこれやりたいだけではなくて、なんでやりたいのか具体的にはどういうことなのか理由と具体例をちゃんと自分の言葉で説明してもらいます。もちろん最初は、だって楽しいから、だってやりたいから、だって面白いから、というようになかなか自分の言葉で説明できなかったり、自分の意見が採用されずに結って としてしててままって怒りを撒き散らすそのような経験を通じてどうやったら相手に分かってもらえるだろうどうやったら相手にいいねって言ってもらえるだろうそのように考えるようになります自分がやりたいことを自分の立場で表現するのだけではなくて自分がやりたいことを相手の目線で表現できるようになってくるんです プレゼンって言ったらなんか難しそうですけど、三つのことを意識してください。三つ。まず一つは、何がやりたいのか、欲しいものは何か、自分の意見です。一つ目。二つ目は、その理由です。なぜそう思うのか、なぜ欲しいのか。三つ目、具体例。例えばどういうことか。この意見、理由、 具体例この3つをセットするだけでも十分です最初はその3つをいきなり自分でプレゼンするのは難しいと思いますだから親御さんが問いかけながらプレゼンさせるのもいいかもしれません欲しいものは何ってそれ何で欲しいのと例えばどういうことと聞きながらですと子供もスムーズに発表できるようになりますお母さんゲームのスマッシュブラザーズが欲しいです なぜかというと、僕の友達はみんな持っていて、休憩時間はそのゲームの話ばっかりしていて、僕は一人ぼっちで寂しいからです。今日の休憩時間も、たけしくんとまさしくんはずっとその話をしていて、僕は一人ぼっちやった。だから、スマッシュブラザーズを買ってほしい。こんな感じで OK です。そして、だんだん慣れてきたら、親御さんが反対意見を言うのも丸です。 ゲームを買ったら宿題やったり勉強をやらなくなることが不安なんだけどどうかなこのように聞いてあげるんですそうすることで自分の意見がますます説得力が強くなり考える力と伝える力が高まっていきますですのでお子さんが欲しいものがあったりやりたいことを見つけたらそれをプレゼンさせるこれをルール化するのもいいのではないでしょうか以上です やり抜く子の育て方人とつながる力を育む3つの関わり方を紹介してきました1つ目まず聞くこれですあの聞いてほしいなら聞く理解してほしいなら理解しようとする自分が子どものことを聞いている分だけ子どもも自分のことを聞いてくれます でですので1日5分だけでもいいので全集中して聞く時間を5分だけでもいいので何とか作ってもらえれば嬉しいです2つ目怒りを一時間以上に翻訳して伝える子供がモヤモヤしたりイライラしているっていうふうに感じたらその気持ちを聞いてあげてそれを言葉にしてあげましょう。 まさしくんに順番抜かされてから怒っているんだね、悲しいんだねと。そうすると、お母さん、僕のことを分かってくれてるってなって、気持ちがすっきりして、頭でも考えられるようになります。それで冷静に考えられるようになったら、じゃあどうしたらいいかなっていう未来に向けて一緒に考えたら OK です。三つ目、欲しいものはプレゼンさせる。やりたいやりたい。 だけでででは社会もも学校でも通用しません自分がやりたいことを相手にいいねって言ってもらっていろんな人を巻き込んで相手に喜んで行動してもらうこれがプレゼンのゴールですそのために欲しいものとかやりたいことを見つけたらそれを親の前でプレゼンしてもらうそして親が納得したらそれを買うそれをルール化するのはどうでしょうか はい、これでおしまいです。えー、少しでも今回の動画参考になった、勉強になった、おかっち頑張れ、元気出たよっていう方は、高評価ボタン、そしてコメントしてもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。えー、このチャンネルでは今回のように、子育てを頑張るお父さんお母さん、子供の教育に関わる方に向けて、やり抜く子を育てるための親の関わり方にフォーカスして動画を配信しています、えー。興味がある方は、最新動画を見逃さないように、チャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。 あと無料 LINE 講座やりぬっ子の育て方を、えー、やっております概要欄からチェックしてくださいそちらでは定期的にやりぬっ子を育てるためのライフスキルであったり関わり方コーチング術を動画やコラムそして、えー、ケーススタディなどで紹介してますそちらでも質問あの受け付けてますのでよかったら仲間になってくださいはい以上です「GEND」それではワンダフルな一日をお過ごしくださいバイバーイ やり抜く子。